サードなし。ここはバットの先です。サード前進突っ込んできたシュート、ベアハンドで行きました。ナイスプレー。ナイスプレーですよね。素手でボールを掴んでいきました。シュート、なかなか難しい打球なんですよね。サードしたらね、はい、ピッチャーが取れそうで、おっとフライになる、突っ込んできた、スクイズ成功、しかも内野安打、記録ヒット、内野安打になりました。4点目が入りました。でも突っ込んできたんですけどね、はい、チーム的には要注意ですね、はいはい、このカウントを振り抜いていきました。高いフライでスタンドに吸い込まれていきました。チーム10本目のヒットが生まれてます。まるでアーティストのようなそんな軌道でした。まあ、そもそもデビューはホームランでした、ね、満塁ホームランでした、ね、いやー選手の、ね、霞んでしまうっていうかね、はい、まっすぐを弾き返していきました。センター突っ込んできました。地面すれすれ、シュートをナイスキャッチ。早いですね、一番難しい打球じゃないですかね。ね、正面に近い地面すれすれ、うん、